ようこそアメイジングジャパンへ。パーソナリティのリサです。今回お届けするテーマはこちら。苛立ちも吹き飛ぶね。新幹線が遅延して日本人乗客たちが取った行動に世界が衝撃。日本の鉄道は他の国と比べて非常に時間に正確です。とはいえ乗り物は常に自然を相手にしているわけですので、当然遅延することもありますよね。海外からは時間に厳しい日本人は遅延に耐えられず激怒するのではと心配する声も。しかし実際に遅延が発生すると、日本人は予想を裏切る驚くべき行動をとったというのです。それでは早速行ってみましょう。多くの日本人が国内旅行などの際に利用する新幹線。海外でもローマ字表記の新幹線と呼ばれるなど、日本を代表する乗り物の一つと言えるでしょう。現在最も速いのは、はやぶさとこまちで、ともに最高速度は時速320キロ。もちろんこの速さは世界最高レベルです。年間多くの人たちが仕事や行楽で利用し、もはや新幹線なしに日本社会は成り立たないと言っても良いのではないでしょうか。そんな新幹線は1964年に世界初の高速鉄道として誕生しました。それに続くように様々な国で多くの高速鉄道が生まれましたが、未だ新幹線ほど利便性の高い乗り物はないのではないでしょうか。新幹線には他の国の高速鉄道よりも優れた点が多数あります。その一つが日々運行する本数の多さ。現在東北新幹線は1時間に2本から4本、北陸新幹線に至っては4本から6本もの車両が運行しています。他の国ではこれほど多くの運行本数をこなす高速鉄道はなく、欧州では1時間に1本程度。日本の新幹線の運行本数がいかに多いかがわかりますよね。そして新幹線が優れているもう一つの理由は、その時間の正確さにあります。新幹線を利用する人はたくさんいますが、新幹線の大きな遅延に出くわした人はかなり少ないのではないでしょうか。ほとんどの場合、1分たりとも遅延することなくホームに到着し、5分も遅れるようなことがあれば、何事だろうと思いますよね。しかし、他の国では高速鉄道が数十分遅れることは日常茶飯事。海外から日本に来た外国人が新幹線を利用すると、その正確さに心底驚かされるのだと言います。新幹線が登場したことにより、日本では気軽に日帰りや1泊2日などの短い旅行に行くことができるようになりました。新幹線というと、どうしてもその車体の優れた性能にばかり目が行きがちです。しかし、たくさんの本数を正確に運行できる裏には、優秀な線路設備の存在があることも忘れてはいけません。非常に長い線路が日本中に張り巡らされているわけですから、そこに不備があってはとても運行予定をこなすことはできませんよね。新幹線は先に述べたように時速300キロを超える乗り物。それほどのスピードになると、停止を行うためには4キロほどもの距離が必要になるそう。もちろん人間が4キロも先の障害物を目視することは不可能。そのため新幹線を安全に走行させるためには、そもそも障害物のない線路環境を整えておく必要があるのです。高架橋を作り、多くの信号が効率よく張り巡らされた新幹線の線路、そのような整備によって余分なものが入り込めない環境を整えているのです。そんな新幹線にとって一番の敵となるのは台風や地震などの自然災害。もちろん車両には地震に備えた転倒防止装置を取り付けるなど、多くの対策が講じられてきました。今後も線路の被災状況を検知するセンサーを取り付けたり、代替輸送体制の強化など様々な対策が必要となります。このようにいつでも乗れて遅れずに正確に目的地に到着することで、私たちの生活を豊かにしてくれる新幹線。時間にきっちりとした日本人の気質に非常にマッチした乗り物と言えますよね。人々の認識の中で時間に遅れないということが大前提となっている新幹線。海外からは
日本の鉄道の正確さを評価する声とともに、もし遅れたら日本人はどうなってしまうの?と心配する声も聞かれます。駅が怒り出す人であふれて大変なことになってしまうのではないかと考える人もいるよう。そんな中、2018年6月に東北新幹線が7時間も遅れる事態が発生し、その時の日本人の様子が国内外で大変話題となりました。JR 東日本の原因調査によると、車体の屋根にある電力を供給するためのパンタグラフに一部破損が起きていたそう。これは何かが衝突した痕跡とみられ、停電が起きた場所の近くに鳥の死骸があったことから、これが原因であろうと結論付けられました。非常に稀なケースで、7時間も遅延することになってしまった東北新幹線。該当車両に乗り合わせた乗客800人を足止めしたばかりか、他にも運休が計25本、さらに154本が遅れることになったそう。結局、約15万人もの人々に影響を与える事態となってしまいました。ホームはいつ到着するともわからない新幹線を待つ人であふれ返り、多くの人たちがその場で時間を持て余すこととなります。そこにいるのは、時間に厳しい日本人。ホームは大変殺伐とした状況になってしまったのではないかと心配する人もいるでしょう。しかし、その場に居合わせた人々の行動は、そんな予想を裏切るものでした。仕事が終わり、疲れて帰路についていた大人たちは、誰からともなくその場に座り込みます。いつまで経っても来ない電車に落胆しているのかと思いきや、どうもそうではないよう。新幹線で飲むために買っていたお酒の缶を開け、即席の宴会が始まったのです。宴会を始めた集団は一つではなかったよう。ホームの至るところで和気あいあいと飲み交わす人たち。せっかく買った冷たいビールがぬるくなってしまうと悲観するのではなく、その場のみんなで楽しもうということでしょう。遅延が起きた当初こそ、改札では状況を知りたいと詰め寄る人もいたようですが、ホームの人々に怒りの表情はありませんでした。目撃した人が撮影したホームの写真には、車座になったり柱にもたれかかったりしながら笑顔で談笑する人たちの姿が。それはまるで楽しいお花見の会場のような風景。とはいえ、これほどの人が飲食をしてもゴミの散乱などはなく、これもまたいかにも日本人らしいところではないでしょうか。結局、遅れていた12時20分発の新幹線がホームに到着したのは19時30分。楽しかった宴会はお開きとなり、サラリーマンたちは次々と帰路に着いたのでした。まさにこのエピソードには日本人のおおらかさや辛抱強さがにじみ出ているのではないでしょうか。まるで一昔前の古き良き日本のようなこの光景は、日本の若い世代にも大きな反響を呼びます。さらにこのツイートは海外の人たちにも注目され、多くのコメントが寄せられていました。電車が遅延した時でさえ日本は素晴らしいね。これは予想できなかったよ。日本がものすごく生産的な社会だって認めざるを得ない。退屈なシチュエーションでさえ思い出深い時間に変えてしまうんだから、みんな日本人のようになるべきだね。良き他人と酒を酌み交わして嫌なことを水に流すんだ。こんな風にたくさんの人たちが一緒に座っている様子を見るのは素晴らしいね。世界中の人たちからもマナーを重んじる国民性という印象を持たれている日本。遅延に直面した人々がこれほどおおらかな反応を見せたことは、海外の人たちにとってとても衝撃だったようです。しかし、人々の反応にかかわらず、ダイヤ通りの運行に決して手を抜くことのない日本の鉄道会社。JR 東日本によると、2016年度の東海道新幹線の運行本数は13万本。それほど多くが運行されていながら、1年間の1列車あたりの平均遅延時間は、たったの24秒だったそう。さらに、驚くことにこの数字は平常時だけを平均したものではありません。地震や豪雨、大雪などの自然災害による遅延も含めた上で、たった24秒しか遅れなかったというのです。
東海旅客鉄道のマニュアルレポート2017によると、東海道新幹線は1日平均365本運行しているのだそう。これはつまり世界最高速レベルの列車がほぼ3分から6分間隔で運行していることを意味しています。そんな東海道新幹線は1日あたり平均45万2000人の乗客が利用。これほどの大量輸送を行っているにもかかわらず、開業以来衝突、脱線、火災など鉄道事故による死亡事故はゼロなのです。1964年の東京オリンピック開幕直前に世界初の時速200キロ超の夢の超特急としてデビューした東海道新幹線。最高時速はどんどん進化し、現在では時速300キロを超えるまでになりました。速さにばかり注目が集まりがちではありますが、車体の能力を最大限に発揮するためには環境の整備が不可欠。東海道新幹線が世界に誇るのは速さだけではないということがわかりますよね。このように常に万全の整備が行われている日本の新幹線。しかし、どんなに環境を整えていても自然を相手にするのは簡単なことではありません。今回の東北新幹線のように思わぬ理由で遅延をしてしまうことがあるのです。2021年10月には東京駅でアナウンスされた秋田新幹線小町の遅延理由が強すぎると話題になったこともありました。きっかけとなったのは一人のツイッターユーザーの投稿です。彼が投稿した写真に写っていたのは運行状況を知らせる東京駅の電光掲示板。そこに書かれている遅延理由は、小町27号は田沢湖線内での熊との衝突の影響で遅れが出ていますというものでした。英語の表記では熊との衝突を表すベアーコリジョンの文字も。この写真が投稿されると、ベアーコリジョンがじわる、朝食を吹いた、など大きな反響を呼びました。衝突してしまった熊はとてもかわいそうですが、突発的な行動をとる動物の侵入を完全に防ぐのは非常に困難。時には大きな事故となり長い遅延が発生してしまうこともあります。しかし、そのような事態に陥ってしまった際に誰かのせいにせず、その場を和ませようとする日本人。優しい社会を築いていく上で、このような姿勢はとても大切なのかもしれません。これからも穏やかな日本人らしさを失わずにいたいですよね。よかったらコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見て面白かったと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。